どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ、まさにでございます。さあ、今回はですね、セカンドディグということで、セカストを巡っていきたいと思います。まあ、今回も、近場ですね、石川県の、セカンドストリートを巡っていこうと思います。で、まあ、結構ね、寒くなってきましたね、さすがに。今年は結構なんか、暖冬と、言われていたんですが、急に寒くなってきましたね。はい。ということで、またアウター系かな?アウター系を見たいかなと思います。まあ、毎回のことなんですが、これが欲しい、あれが欲しいは僕全くなくて。まあ、本当に出会いがあればって感じですね。いいものに出会えたら、何か買おうかなと思ってます。いいものに出会えなかったら何も買わないというね。うん。まあ、そこは、正直に行きましょうか。はい。ということで、早速1店舗目、行きたいと思います。プシュyou
さあ、ということで、1店舗目は、蔵付き店、セカンドスイート、蔵付き店ですね。めっちゃ良かった。ここね、あんまり来たことなくて、まあそんなに期待もしてなかったんですけど、正直めちゃめちゃ良かったですね。いや、欲しいのマジいっぱいあった。コーヒーとか、あんまり僕ダウン着ないんですけど、あの辺のちょっとね、あの古いダウンとかは結構かっこいいなと、思ったり、あとはデニムですかね。リーの、101J かな。あれめっちゃかっこよくない？あれめっちゃかっこいいよね。で、サイズ40で。いやー、悩みますな。まあ、あと1店舗ぐらい、行きたいと思います。
reaching out for you. I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching hard to live deathly hallow with you. いや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 、はい、ということで、帰ってきました。さあ今回はですね、まあ家からエンディングをお送りしているということは、皆さん今回はヴィンテージ買っちゃいました。また買っちゃいましたよ。誰か止めてよ。まあ僕もね、そんなにね富裕層ではないので、まあ、バンバンヴィンテージ買える身分でもないんですが、やっぱ出会っちゃいましたね。はい、早速じゃあ今回の、セカディグ購入品紹介したいと思います。皆さん予想できてますか？予想できてますよね。あれめっちゃかっこよかったもんね。一番似合ってたよね。はい、ということで今回の購入品はこちら、ででーん。みんな分かってたんじゃないですか、これめちゃくちゃ似合ってましたよね。自分で言うのもなんですけど、はい、ということで今回はリーの70年代の、101J、 こちら購入してきました。またヴィンテージ買っちゃいました。ああ以前は何か買ったっけ、セガストで、フォーティーズのピーコートを買いましたね。はい、で今回はこちら、70年代、101J を、買ってきました。これかっこよかったもんね。ちょっと来ますわ、嬉しい。やっぱりこういう、まあ、名作っつうのは、やっぱいいよね。気分上がるよね、これ買うと。どうですか、どうテンション上がるよね。やっぱりこれかっこいいよね。まあ、やっぱ本当にこういう名作っていうのはもう絶対に来年値段も上がるんで、もう本当に今が一番安いんすよ。でこれいろいろね、聞いて試したりしてるんですけど、サイズ感とかやっぱり縮み幅で、まあ、個体差あるんで、これサイズ40なんですけど、まあ、丈はぴったりですね。でも袖もぴったりなんですよ。以前40のものを着たことあるんですけど、その時はねちょっと袖がねちょっと長かったんですよ。でもこれはもう全部袖丈、僕の好きな長さだったので、これはちょっと運命感じましたね。どうこれ、めっちゃかっこくない？はい、ということで今回はまた、買っちゃいましたね。財布に大ダメージでございますよ。まあでもね、本当にこの辺はもう年々高くなるんで、まあ、いつか買おうと思っていたので、リーのこの101J は、まあなので本当に今がタイミングでしたね。もういろんな個体を試着したんですけど、もう本当にサイズもバッチリ でこのヤレ感ね、ヤレ感、これ全体的色残りとヤレ感がもうドツボだったんで、こちら今回は購入してまいりました。ありがとうございます。ということで今回はこんな感じで、はい、終わろうと思います。まあ皆様もね、最近セカストでこんなん買ったよとかあればね、僕のチャンネルのコメント欄で自慢してください、皆さんでね。ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。楽しんでいただけたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。